The Legend of the Rocky Cave。 お？鍵がありますね。最終的にはここから出るみたいな、そんな感じかな。行けるところはこっち側、音符ブロックかな。ここからなんか出てくるか。はい、道が塞がれたんだけど。あれか、前だけ見ろってことか。後ろは振り返るなんて、そういうメッセージ性が込められてるんだろうね。素晴らしい。ハテナブロックの中には、こいつが出てきた。あ、なんか出てきた。ハゲ隠しがあった。よかった。ハゲを隠して生きていけってことですね。わかりました。そうだよね。見せられないもんね。で、これは？え、脱げちゃっていいのかな？見せろってこと？やっぱりありのままの自分でいいよってことなのかな？そういうことなんですね。ありがとうございます。メッセージ性が強いステージですね、このステージは。で、あ、鍵が出てきた。ハゲ隠しを取ることによって新しい鍵が見つかったってことか。で、ハゲ隠しの下から弾が出てきて、弾が爆発して人生ハッピー。そういうことなんだね。ありがとうございます。わぁ、どんどん励まされる。勇気が湧くステージだね。お？今度はまた音符ロックかな？ここから。あー、じゃあそこから出てきた。何もないところから爆弾が出てきて、弾が爆発して、ん？この下行けんよな？下行って、下から、あー、弾ばっかなんだけど、弾ステージなのかな？こいつ、あ、で、キノコを食べて、キノコが大きくなると。で、次は、あ、敷かれたレールの上、たまには乗れってことね。そうだよね。自由ばっかりじゃ生きていけない。社会というのにね、適応しなさいって、そういうメッセージ性が込められてるんだけどね。で、あー、またちっちゃくなって、そうだね。小さくあれってことだよね。あの、出る杭は打たれるからね。そういうことなんだね。すごい。すごい。もう社会が学べるこのステージのおかげで。で、次は、あ、他人を敷かれたレールの上に乗せて自分は自由に生きると、そういうことなんだね。いいじゃん。他人を犠牲にして自分が勝ち取る運命。いいじゃない。そういうの大好きよ。次はこれ甲羅かな。うん、甲羅でライバルを蹴落としていく。いいね。社会で生き抜く上では 大事なことだよね。で、次はこっちがいけないのかな。うん、で、わーっと褒められて歓声を浴びつつ次のステージへ行く。いいね。おー、で、中間地点。日記はこまめにつけとけとか、そういうことなんで、振り返ることも大事なんだよな。で、おー、上に甲羅が飛んでいった後に、あー、上から天の杖、そう、待つことも大事って言葉なんだよな。なるほどね。急がば回れ、そういうことなんですね。いいじゃない。で、次、コインを拾いつつ、道端に落ちてるコインは全て拾えってことね。1円玉でも警察に届けるなと。そういうメッセージ性が込められてるからね。で、ドスン先輩を使っていって、何？どうなってんの？どうなってんの？これ、俺じゃ理解できない。どうなってんだ、これ。人生の先輩教えてください。今の何だったの？で、右側行ってるけれど、お？あー、このドスン先輩が多分 P スイッチを踏んでくれるんでしょうね。そう。さあ、ドスン先輩頑張ってください。あなたの力だけが頼りなんですよ。妻夫木社長。で、どうして右側行って、ちくわブロック、もう今、自分がどこにいるのか全然わかんない。クラウン先輩がいる。クラウン先輩がどんどん上に来るとか、そういうわけではない。お？お、上がってきた。ドスン先輩、ありがとう。またドスン先輩に助けられてしまった。これで、これに乗れるから左側にこれで行けるようになると。そういうことなんだよね。ドスン先輩を待ち続けてればいいの。そう、やっぱ待つことは大事なんだな。先輩のコネの力は全て利用しようと、そういうことなんですね。社会を生き抜く上では、ね、重要なことですからね。いいぞ。で、こいつで壊して、で、乗り捨てていくと。いいぞ。ヨッシーとクラウンは乗り捨てるもの。さて、右側に行きまして、カメちゃんがいる。カメちゃんの腰をつついて刺激して、いいぞ。カメを刺激するとこうなるぞ。で、右側に行くと。で、次は、おー、おー、おー、ぴょんぴょんしてるね。これは、おー、パウが出てきて、足場ができて、上に上がって、天高く越えるわけ。で、次。で、右側行って、パウを持っていく。で、こういうのライバル会社をぶち破って、出世すると。いいじゃない。で、次は、おー、下に参りまして、上に上がります。そうだね。一回下を見ることも大事ってことだよな。下に上がりまして、で、また上へ行くと。いいじゃない。高み高みへ。どんどん自分を成長させていくんだね、こうやって。なんか右肩下がりになってるような気のせいかな。右下行ってるような気がするけど。そう、どういうことなの？あ、そうだよね。欧米では一回挫折を味わった方が強くなれるっていう、そういうあれもあるからね。きっと、右下下がりになったことによって人は成長するという、そういうことを表してるんだろうね。素晴らしい。成長が実感できるゲームだ、これ。いいぞ。成長が実感できるステージなんてそうそうないぞ。これはピンポンされて、これも壊してピンポンしました。で、扉入ればいいのかな？で、扉の先には何もない。ピンポンされて、また上に上がります。これで道ができてるとそういうことなんですね。いいじゃない。地道に道を作ることが大事と。あれ、上がれね。ん？これジャンプできねえか。ピンポン、ありがとうございます。なるほどね。道を作ってくれて、で、右側へ行って、あー、ワンちゃんがいる。ワンちゃんを足蹴にしていくと、動物愛護団体、涙目。で、花ちゃんも踏んでいくと、で、出していって、これ取られていって、もうハゲになった後にフラワーを取ると、いいじゃない。お花屋さんで出会う運命と、私の運命の相手はお花屋さんにいると、そういうことを暗示してるんですね。で、次は、ファイヤーで壊していきつつの、右側行きつつの、フラペチーノ。いいぞ。今度は多分ハゲ隠しというか、トゲトゲハゲが必要なんだろうね。お？今度は右側？
下に行った後にまたファイヤーが失われてしまうのが悲しいけれども仕方ない、これも運命、これもまた運命、いいぞ、受け入れることが大事で、次がファイヤーがあるね、またいやらしい位置にあるわな、え、あれどうすりゃいいの、ああ、足場が、足場ができた、足場ができた、ああ、ファイヤー全く意味がないんだけどあいつは生まれてきた意味を間違えてるよ、もうちょっと自分のためにして、あ、ハゲ隠しがないとこれ右左がいけないね、え、どうすりゃいいの、叩けんのこれ、下から叩くわけにはいかないもんね、あれどうすりゃいいんだこれ、ダッシュで切り抜けられるかってわけでもないもんね、大丈夫、怖いんだけど、叩くよ、ほっ、あー、なるほどね、隠しブロックがあってこれで触らずに済むと、で足場を作ると、難しいな俺、でピンポンされて、おー久しぶりというかほぼ初めてに近い青メットが出てくるの、青メットさんがハゲ隠しトゲトゲバージョン出してくれると、いいじゃない、ハゲ隠しは全てに通ず、いいぞ、万物共通の真理で、ワンちゃんがいる、こいつを叩いて、こいつを叩いて、多分この中に鍵を持った奴がいるんだね、なるほどね、いいじゃない、スターがある、さあそろそろゴールなんじゃないか、時間的にも、おってわけでもない、今度は結構長いボリューミーなステージだ、あ、やべ、こっち側じゃないんじゃないか、これで叩いた、葉っぱが出てくる、ピョンピョンされて押されて押し、押さないでくれ、やめて、いじめないで、ちくわぶろって、ちょ、やめてよ、先生に言いつけるよ、ちょ、男子本当に逃げ、動か、やべ、逃げられないんだけど、ちくわブロックもこのせいで動けない、え、これ積んでるんじゃないか、積んでるんじゃないか、積んでる、ちょっと待って、本当に動けない、ちょっとマジで抜け出せないんだけど、どうすりゃいいのこれ、最初からやり直したら中間地点から復活できないから、もう時間経過じゃないと死ねないし、ふざけんなよ、ちょ、男子、まさか出られないなんてことがあるとは思わなかったわこんなところで釣るなんてサクサさんも思ってなかっただろうね、もうほんといいタイミングでずれちゃったからああいうことになっちゃったんだ、さあ、じゃあ右側行きました。あ、ゴール、もうゴールほんと直前だったじゃねえかよ、もう地獄のような待ち時間でした、ありがとうございました、上を押して小ジャンプしてヨッシーに乗ると、てんてんてん、どういうことでしょうか、上を押して小ジャンプで乗ればいいの、上を押して小ジャンプでヨッシーに乗る、ん、あ何か今奇怪な現象が起きましたけど、どういうことなんですか、こういうこと、え、ちょっともう一回やってみたいんだけど、出てこない、こいつを押せなきゃいけないから、ちょっと扉入ってで、あー、ゴールしちゃった、そこゴールなのかよやり直しようかと思ったら、なるほどね、ああいうバグ現象が起きる、ちょっともう一回やってみたいな、上を押して小ジャンプ、そうするとスイよくこんなの見つけるね、すげえな、面白い、こういう風なステージも作れるんだね、へえ、完全な一発ネタではあったけど、最後にヨッシーとお別れするっていうのがすごい気に入りました、ありがとうございました、イエイ。